井野小間奈は愛知県一宮市出身の女子競輪選手。日本競輪学校第104期生。師匠は笠松信行。小学校2年からソフトテニスで活動し、愛知宿徳高等学校3年時には高校総体の団体戦3位に貢献した。しかし、ソフトテニスの活動は高校で燃え尽きたとして、ソフトテニスそのものを卒業した。 高校卒業後は、市の宮競輪場でアルバイトを行っていた。ひいてはこのことが、後に、ガールズ競輪の選手を目指すことにつながっていく。その後は、市の宮の会社に就職。その傍ら、マラソンに取り組んだり、ネイルアーティストの検定資格を得るなどしたが、知人から、女子競輪が復活するという話を聞いた。 もっとも年齢はすでに30を過ぎていたことから一時はためらったが先輩期にあたる競輪学校102期生の受験動向を踏まえ自分よりもはるかに年齢が上の合格者が誕生したこともあり動向104回を受験することを決意2011年12月16日日本競輪学校第104回試験に合格2013年3月29日 競輪学校を卒業。在校競争成績は第14位。同年5月10日、京王各競輪場でデビューし7着。同年6月2日、和歌山競輪場で初勝利を挙げた。ありがとうございます。